はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の椎根翔です。今こちらの動画でですね、私の自己紹介というテーマで皆様にシリーズをお送りしております。今回もよろしくお願いいたします。はい、今ですね、私が、池袋西武店に移動した時のですね、話を、しております。で、非常に忙しい店でですね、なんていうんですかね、その食材もたくさん、注文しなきゃいけない、まあ、当たり前の話ですけどねっていうお話をしてってるんですけども、この食材ですね、配送もう本当にすごいです量が。でそんな中でですね、特に忙しいのがですね、池袋の場合は、麺パン類が非常に出るところなんですね。で、その中でも焼きそば、これはまあアスターの中でも、人気の商品なんですけども、例外なく池袋でも人気の商品です。で、焼きそばの麺ですね、これはですね、店舗で、生の麺を蒸すんです。これはどこのお店でもやってますけど蒸すんですね。で、そうするとその蒸した麺をですね、焼きそばに使うんですけども、朝蒸しそばという形で作ります。で、明日蒸しそば何パット入れますかって言うと、明日15パットかなとか言われ平気で言ってくるんですね。15パットってどんだけ使うんだよって話なんですけども、そのぐらいなんか焼きそばが出るんですね。本当びっくりしちゃいます。なんで、本当に忙しいお店でした。はい、この続きはまた次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。